今日初めて映画を拝見させていただいて、人の心っていうものがいろんな、あと場面でみんなが持ってる夢だったりとか目標に達する気持ちっていうのはあると思うんですけど、それを旗から見るとやっかみだったりとか、人が変わってしまう、いい人が変わってしまうっていうことが言葉ではなくって表情だったりとか、光だったりとか音だったりとかで表現されているところがすごく自分の心の中を見てるようで良かったと思いました。教会の場面で、これから二人はどうなっていくのかなっていうところでお話が終わるんですけれども、その先は皆さん方で想像していた映画というのは阪神・淡路大震災、あのあとどう生きたかということがテーマになっているんです。ですので、あのあとは皆さん方の想像にお任せして、場合になったらいいかなというふうに思います。